どうも、プロボーラーの加藤です。どうも、プロワーカーのヨンちゃんです。はい、やってまいりました。やりました。バイパー第3弾。3弾。今日こそ、2人で200アップ。はい。はい、します。もう1回もカメラでも痛すぎて、今日こそは勘でやります。はい。マジで。病院に行って血清もらってきたね。そうですね。もう今回まで負けたら、もうほぼもう、命がやばいですよ。ということで、はい、早速今から練習ボール5分して、はい、はい、1ゲームで200アップするよ今日こそ、はい、したいと思います。よろしくお願いいたします。はい、どうも。バイパーのオイルパターンです。このレーンが光ってるところはオイルがあるところですね。そして36なのでこの辺からオイルが、はい、ここですね。分かりづらいな。こっちから見たら分かるかな。ちょっと光が鈍いところからここちょうどオイルが切れ目ですね。オイル切れ目36フィート。今まだ1球も投げてないんで油何にも伸びてません。オイルが最後ここですね。この線の例のつなぎ目のちょっと先、ここで36フィート終わってますね。はい、ここからドライです。はい、練習ボールが終わりました。シールです。どうですか、意気込みは。いや、前回よりは絶対打つような気がします。まあそうね、ちょっと球変えて、まあ4ちゃんで回転強いからウレタに今回変えると変えます。はい、変えました。で、僕もちょっとさらに手前でちょっとキャッチして奥がおとなしくなるようにアキライズ4で、はい、はい、攻略したいと思います。頑張ります。はい、それではよろしくお願いします。お願いします。頼むよ。お願いします。 OK。 もう3回目だからね、ドキドキ。このね、引き始めの練習ボールして1ゲーム目ってところがやっぱレーン変化がすごいんでね、一番面白いところであり難しいところ。デジャブだなこれ。ヨンちゃんの1球目いつもガターな気がするんだけど、気のせいかな。気のせいです。皆さん、気のせいです。ビデオの始めを、まあでもね、ガターに落としても倒すという姿勢で1本倒しちゃったからね。スペア頼むよ、スペア。OKOKOK。 変わる前に倒れたいよね。
リラックスだよ、リラックス。熱い。カバカバ。前回あれセブンピの手前まで曲がっちゃってるからね。そうですね。気をつけてよ。危ね。どんだけ緊張してんの。投球がかぶって見えないから、カメラで。あれから毎晩バイバイ話されてるんだよ。バイバー怖くなってます。なんでこんなに打てなくなったんだろうと。そうでしょ、僕は本当ですよ。ライン分かった。ラインは分かって知ってるよ。そこに投げれるかどうかだから。どうなのどうなの。裏だし、ストロークがないから、引っ掛け上げてるからね、球が前に進まず曲がっちゃう。危ない。スペア1個でこんなに喜んでちゃダメだよね。
中途半端だったな。ウレタンだからね、あれ以上出ちゃうと曲がりが弱い気もするし、難しいところだよね。うまい。バイパーこの野郎。ちょっとやっぱ僕で持ち出すぎたからな。でもあれを打ちにしようと思うととんでもなく裏まで行くんで、立つ位置だけで調整できるかな。まさかのボールチェンジ。A ボール、カカオトークもあります。A ボールのアプリありますが、日本のシムじゃできないですね、それは。お、トゥルーモーションからホットセール。いや、映ってないそこ。はい、ホットセールに変えるそうです。さっき曲がりすぎたのにもっと曲がるボールにするってこと？大丈夫ですか？はい。何がどう大丈夫か見せてもらいましょう。はい。安心してください。自分が楽しんじゃったじゃん。今もう投げた瞬間にこれいかねえだろうと思ったもん。36フィートしかないんで、中から投げても外に出なかったらああなりますよ、ヨンちゃん。でもあそこから出たら今度抜けるんだよ。すげえな、ピンアクション。これです、これからです、これから。さっきのスペアの投球ができるか、ヨンちゃん。すごっ。何や今のミーアクション。手があそこ伸びてんだね。今も曲がるかと思ったのに捉えたもんね。ホテルが最高だけ何週間ぐらい休んでるから、これは絶対回ると思います。これさ、オイルステープスないと全然前が違います。それ言い訳っていうの、いや違う、それを知ってるのに一目で投げるわけでしょ。でもどんぐらい回るって計算はできないです。イエーイイエーイ。どんなに曲がるか計算するのがプロだから。
散らばってきました、コントロールが。頼むよ、今ずいぶん手前から行ったよ、さっきよりよ。これカバーしてパンチアウトしないともう200いかないからね。頑張れパンチアウト。惜しい。カバーカバーカバーして180になったら一番点数よ今までで。
バイパーの毒にやられました。まあでもね、お互いヨンちゃんはそんなに維持してないのか、そういうことなので、まあ、私はねスペア取ってればなんてことないんですけど、本当にこのレーンオイル引いて練習ボールして1ゲーム目、まあ、2人だからまあ1ゲームぐらいなんだけど、すごいオイルが変化するんで難しいんですよね。まあ、それ以前の問題の部分もあるんですけど、はいはい、でも僕も1回完全にやられて3回目でやってちょっとこのボールでこのラインで投げればやっぱいけそうな気がして、これから次はマジでいけると思います。もう1回取ろうね。はい、もう1回取ります。いけるまで取ります。はい、そうですね。声も出ねえよ、なんか頑張ってください。はい、僕は早くホワイトドットの新色が来てくれないと、はい、今ある色なんか嫌なんで。ボールは色じゃないですよね。スペアボールは色だよ。性能一緒だもん。はい、元気なくなっちゃった。あら、ということでもう一回リベンジさせてください。させてください。ありがとうございました。ありがとうございました。でこれ、まあ、撮り終わったらね、ちょっとレーンどれだけオイルが伸びてるかもまた撮影するんで、はい、そこも楽しみにしてください。はい、今投球し終わったレーンのオイル状態ですね。この辺はちょっと見づらいんですけど、やっぱ投げた部分はちょっとしましまになってオイルが削れていますね。で先ほどの36フィードの部分、また次回の動画は行き過ぎちゃった。はい、この切れ目のとこでしたね。まあ、こっち側だとそんなにわからないんですけど、こっちから見てみましょう。はい、さっきの部分、このここですね。これみんな、まあ、私とヨンちゃん外投げてたんで、ここがこう島になって筋状に伸びてきてるんですよ。たった1ゲームと練習ボール5分、やっぱねこんだけオイルが伸びて、この端っこの方ですね、てん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 ってなってるのがオイルが伸びてるところですね。ちょうどここが36フィートで、そこからオイルというのはこういう感じに伸びていくんですね。わかりましたか？わかりました。はい、まあ、でも見事にね、これ本当にレーンの、まあ、2人ね外、ヨンちゃん気持ちなかったからあれだけど、本当に15枚ぐらいからこっちしか伸びてないもんね。そうですね。はい、まあ、こんな感じでオイルが伸びます。
の背泳ぎで、カメラで、テンパに、バラエティで、ゴールドで、答えます。